それでは本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。そしてインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスブシモフィフスアニバーサリーレッスルキングダム12 in 東京ドーム2明けの記者会見を始めさせていただきます。おかげさまをもちまして、おとといの東京ドーム大会は、観客動員が 34,995 人という昨年よりも 8,000 人以上の大入りとなりました。改めて取材をしてくださった皆様に御礼申し上げます。昨日後楽園大会終わりまして、今日は2夜明けの記者会見となります。それでは東京ドーム大会で IWGP ヘビー級王座 V9、9度目の防衛に成功いたしました。今日は岡田和親選手をお迎えしてコメントをいただくことになっております。では準備よろしいでしょうか。はい、それでは岡田選手をお迎えしたいと思います。お願いします。よいしょ。よいしょ。それでは4日に行われましたレッスルキングダム12で IWGP V9 に成功、9度目の防衛に成功しました岡田和親選手から改めてコメントをいただきたいと思います。では岡田選手よろしくお願いします。はい。僕が経験した東京ドーム大会で一番の最高の東京ドーム大会だったと思います。やっぱりお客さんの数も、34,995人ですか、かなり入りましたし、歓声もすごく、リング上から見た景色もとてもすごいものだったので、すごいいい経験をしたんですけども、まだやっぱり空いてるところもあり寂しいなという部分があったので、2018年もしっかり盛り上げて2019年の東京ドームがもっとお客さん入って、その中で試合をして、またプロレスを盛り上げていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、それでは、ご質問のある方挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。東京ドームの試合後も、はい、質問で触れられてたんですけども、今 V9 と、はい、で V10 が見えてきたという、まだ次の、挑戦、防衛戦は決まってませんが、V11 という記録というのは少しやっぱり意識はし始めたみたいです。はい、それに向かってやってるわけではないんですけども、ついでですかね。保持期間も最長みたいなので、ついでにその V11 というのも超えてやろうかなっていうのは少しだけ思ってます。でもそれよりもやっぱりこう素晴らしい試合をですね、もっともっとしてプロレスを盛り上げていくことの方が大事なんじゃないかなと思ってますね。岡田さんのモチベーションの中では、まずどうしても、もちろん勝つということは大事だとは思うんですけども、はい、その V11、その田中さんの記録をどうしても超えたいという気持ちは今のところそういうことない？ないですね。本当ついでで、V11 を超えるというよりも、また2019年本当に超前の中で試合をしたいなっていう、そっちの目標の方が今はとても大事なことかなと思ってます。もう一つ、昨日の試合後、はい、コラケの試合後にですね、最後リング上で、真田選手が、技を仕掛けてちょっと、KO 的な感じになってしまったのと同時に、試合後には真田選手から、珍しいことなんですけども、コメントで挑戦表明みたいなことがありました。その件に関してはいかがですか？そうですね、そんな簡単に挑戦できるもんじゃないでしょっていうふうに僕のことを攻撃しました。はい、いいですよ、挑戦してくださいっていうようなベルトじゃないんですよ。ナイツさんだって G1 優勝してずっと前哨戦やって、やっと東京ドームでやったわけなのに、急に昨日攻撃して、はい、じゃあやりましょうっていう
そんな甘いものじゃないんですよ、このベルトっていうのは。でもまあ、僕もまあちょっとその件に関してはずっと考えてたんですけども、まあいいじゃんって思ったんですよ。やってやろうじゃんって。ただね、俺だけなのっていう、そっちもあるじゃないのっていうのは思いましたけどね。別にこっちはヘビーのベルトをかけて、向こうはあるんじゃないでしたっけ、タッグのベルトが、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと、まあ、そういう条件ありだったら、まあ、僕もいいことだと思いますし、まあ、それは僕は全然会社に何と言われようが僕はやるって言いますけどね、はい。今イービル選手とサナ選手が持ってるタッグ王座と の、 その、まあ、挑戦、まあ、まだそうですね。それを向こうもやってくれるんであれば別に僕はこっちもやりますよっていう、まあ、昔もそんなようなことがありましたけども、まあ、ゲドウさんに、ね、あのデビットを挑戦させるようなことありましたけども、まあ、それと同じでタッグのベルトかけるんであれば別にこっちもやってもいいですよとは思ってますね。ちなみに現時点で岡田さんならそのパートナーもし、まあそうですね、真田イービルですよね。まあイービルか。あ、でも、まあ、昨日ですね、後藤さんもイービルにやられてましたし、そういう意味では後藤さんと組んでもいいのかな。まあ、後藤さんは、まあ、ケオス呼んで、まあ、それまでなんか行動してたわけでもないですから、まあ、そういう意味ではいいのかなと思いますね。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。真田さんとはシングルで、まあ、来て間もないか福岡であって G1 でもやってます、はい、とりあえずここまでの真田さん、シニューマットでの印象というか、どんな感じですか。なんですかね、まあ印象に残るような活躍はしてないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、発言も何かあるわけでもないですし、まあ、それがやっぱりこの前、昨日ですか、喋ったっていうことは何かしら変わってるんじゃないかなと思うので、まあ散々もう東京ドームまではもうああだこうだいううるさい人が相手だったので、まあ、逆に静かな人とやるということで、まあ、どうなるのかなとは、大丈夫なのかなっていう、まあ、実力は認めますよ、まあ、その何を喋るのかなっていうのはもし決まったんであればそれは楽しみですね。他にご質問ある方はいかがですか。よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、では質疑応答は以上とさせていただきます。はい、じゃあちょっと僕からいいですか。はい、ですね、まあ、ちょっと紹介したい人が実はいまして、新しいケオスのメンバーを紹介したいと思います。新しいケオスのメンバーの J ホワイトです。まあ J はですね、まあ、昨日バレットクラブ入るのかなと思ったんですけども、ケニーとやりたそうだったんで、だったらこっち来いよと、まあ、僕がゲドさんに
棚橋とやりたいんだったらキヨスに来いよと言われたのと同じような形で、じゃあお前もやりたいんだったらキヨスに来いよと誘ってキヨスに来ました。じゃあ、ジェフ・ホワイト選手から、KOC 入りを決断した経緯についてコメントいただきたいと思います。じゃあ、ゼイ選手、お願いします。Yeah, so, since I came back, there was always a lot of speculation about if I was going to join a group or not. See, the way things work over here in New Japan is you can't always do it alone. Not completely anyway. So,If I'm going to take on the Bullet Club, I'm not delusional. I know that I can't do that by myself. Hence why this is going to work for me. This is going to benefit me. Now, Kenny, last night in the ring, he talked about potential, about seeing potential in me. See, the way I see it, people of power,recognize potential in people, and people of potential know power when they see it. I've seen Kenny's power for a long time, and I'm going to take it from him when I take his belt, the IWGP United States Championship. That's coming to the Switchblade. You see, I hate the Bullet Club. Now, this stems back a little while as well, when I was...a young boy here in Ring of Honor in America. The way they do things, it's what they want, when they want, which I can admire, but it's just the way they go about it that I'm just not a fan of. So I'm going to beat them at their own game. I'm going to do what I want, when I want. Now, I'm just going to go to the top.And cut off the head of the snake, which is Kenny Omega. He's looked at like a god, some sort of wrestling god. Sure, he's amazing. You saw him put on amazing matches with him and everyone else that he faces. But he's not invincible. As much as he might like to think so, he's not unbeatable. Nobody is. And I'm always seeing the fans just worshipping him.Especially the American fans, especially the Bullet Club fans. But the sickening thing is, the embarrassing thing is that wrestlers are starting to worship him too, especially in the Bullet Club. And that's the bit that I really don't understand. You come to New Japan, pro wrestling, the best wrestling company in the world. You should want to be the best. I don't get why those guys in the Bullet Club...just sit back and do what Kenny tells them to do. Surely they would want to go for that belt that he has. Yet guys like Tama Tonga, Bad Luck Fale, Adam Page, they sit back and they do as they're told, like little lapdogs. But it's my job to fix all of that.You watch just how quickly Kenny Omega will come crashing back down to earth once I put the fear of being beat back into him. Because there's nothing like a little bit of fear to make a paper man crumble. And then you watch that fear spread through the Bullet Club. Infect it from the inside. You watch the foundations of the Bullet Club crack. Then...You watch the Bullet Club fall. Once I beat Kenny Omega, become the second ever IWGP United States champion, you watch how quickly all the Bullet Club will turn on Kenny. You already saw it start to happen last night. It's happening, it's inevitable. And once I give it that extra little push,You just watch the chaos unfold. And then you can just sit back and breathe. Just breathe with the Switchblade. Your soon to be new IWGP United States Champion. And on another note,
it's enough about Kenny for now. I'm sure there'll be a lot more talking to come. But on another note, Okada, Okada-san, don't get too comfortable. I understand that I need people behind me to take on the Bullet Club. I'm sure you're sick of them too. But let me make this very clear. I'm doing this whole arrangement, because it benefits me. It's going to help get me to where I want to be. But the day is going to come where me and you, our paths are going to cross. Whether it's for this belt or not. I mean, I'm sure at your current rate, you'll still have it. But one day I might just come and take it from you. I'm not going to fall into the background and become another one of your chaos guys. It's the same thing I'm talking about the Bullet Club. They're sitting back and they don't go for what they want. I'm not going to do that. Okay, I'm not sitting... 一旦じゃあここで通訳入れてもらいましょうか。はい。はい。I had stopped talking. No, I'm still going. Okay. 続きますか。I'm still going. Excuse me. I'll let you know when I'm done. Okay. But for now, if it works, it works. Just remember I said that. Watch your back. Do not get too comfortable. But hey, thanks for having me in chaos. You want a hug? You want a hug as well? It looks Easter, eh? Yeah? Yeah, Kenny. That's just in. I promise. Chaos now. Teammates. Has? Come on. Come on, Rainmaker. Okay. Kids. Yeah. Chaos. For myself. Okay. 通訳お願いしましょう。自分が日本に戻ってきた時からどのユニットに所属するかということについてはいろいろな話がなされてきたと思う。新日本プロレスで戦っていくには一人ではやっていけないということも自分自身の中では分かっていた。でも昨日のバレットクラブ誘いを受けたけれども、あれでは自分のためにはならないと思っている。ケニーが、バレットクラブ入りを誘ってはくれたけれども、あそこではみんなケニーの言いなりになってしまう。あのクラブというのは今ケニーオメガのものだ。そして彼自身から自分自身が可能性があるということを感じると言ってもらったけれども、パワーのあるものは可能性を感じ、可能性のあるものはそのパワーのあるものをまたさらに上回るために戦い抜く。これが力の、あり方だと思っている。これから自分はケニーオメガの IWGP US チャンピオンシップのベルトを取るために戦っていく。若手時代からバレットクラブのことは大嫌いだ。彼らのやり方が好きではなかった。ケニーオメガが自分自身がプロレス界の神であるように、振る舞っているけれども、それも違うと思う。もちろん素晴らしい試合をするけれども、彼は不死身でもなければ敵なしでもない。アメリカのファンやバレットクラブのファンは彼を崇拝しているかもしれないけれども、そのバレットクラブ崇拝も自分自身では理解ができない。新日本にせっかく来たら最強になるべき、ベストになるべきなのに、バレットクラブにいてはケニーの言いなり。自分の仕事、これからなすべきことはそれをすべて直すことである。そしてケニーを破壊し、自分自身が上に立つ。そしてケニーにから出てきているこの恐れというものを感じ取っているので、それをバレットクラブ内に広げて、そして最終的にはあのバレットクラブそのものを堕落させてしまいたいと考えている。そして私が2代目の IWGP US チャンピオンになろう。ケイオス入りを決めたのはそのためでもある。そして岡田さんに言っておくけれども、油断してほしくない。自分はメンバー入りはしたけれども、あなたと同じようにケニーに対して疲れてしまっているところもあるからこそこのクラブ入りを決めた。しかしそれは自分自身のためであり、ケイオスのためではない。なのである日もしかしたらあなたのこのベルトを狙っていくかもしれない。それについては覚悟しておいてほしい。
Is that okay with you? Yeah, okay. Yeah? Yeah. Okay, cool. Well, let's just have fun with it in the meantime, huh? We done here? Any questions?質疑応答を受け付けたいと思います。ジェイ・ホワイト選手に対して、あるいはまあ岡田選手も含めて、突然の発表になりましたが、この件につきまして、質疑応答を受け付けたいと思います。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。岡田選手から、はい、その今、ちょっとその不穏な発言も一部ありましたけれども、はい、まあ、そのケイオスのメンバーに期待する部分というのもし、そうですね、まあ、別に僕たちもケイオスで本当に好き放題やってるチームだと思いますし、まあ、僕がケイオスに入ったきっかけもそういうような形でしたんで、まあ、本当それはもう J のやりたいようにやってくれればいいと思いますし、まあ、オスプレイが今ジュニアヘビーのチャンピオンのように、まあ、J も好き放題やってもらって US ぜひ取ってもらって、まあ、本当に目指すべきものはこれだと思ってるので、これを最終的には目指してくれればいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ、J 選手に、まあ、その岡田選手、まあ、今も少し話ありますけど、まあ、岡田和彦という選手はどういうふうに思っているか。So you've heard your thoughts about Okada and the reason why you're joining Chaos now, but what are your thoughts on Kazuchika Okada as a performer or the wrestler?Yeah, he's at the top of his game. Not just his game, everybody's game. That's why he's had that belt for how long now? 400 and something days? You don't know? I don't know. You're the champion. You're meant to keep track. You don't care? His performances speak for themselves. He's an amazing wrestler. That's, again, I said it. People of potential recognize power. Maybe going after Kenny's.But I see power with him and Chaos. Hence why I'm aligning myself with Chaos. So yeah, he's at the top of his game. But we'll see where I get to in the coming months and years. もちろん岡田和親という選手は、彼だけではなくて、この団体そのもののトップに立つユニットだけではなく、団体そのもののトップに立つ選手だと思う。だからこそこのベルトを、まあ、400何日かキープ、保持し続けてるんだと思う。素晴らしいレスラーだと思う。そしてさっきケニー・オメガが自分の可能性を感じ取ったということを言っていたけれども、ケイオスの中でもこの可能性というものをパワーのある誰かが感じたからこそこのユニット入りっていうのが出てきたんだと思う。まあ、しかしこれからケイオスのメンバーにはなったけれども、数日後、数ヶ月後、何が起こるかわからない。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。さっきそのJ選手のバレットクラブのやり方が嫌いだとおっしゃったんですけど、逆にJ選手の中の理想というか、こういうそのチームマットの状況がJ選手の中で理想なんですか。So in your comment, you said you never liked Bullet Club.、Mm-hmm.Since you're young. Yeah. But what do you think is the ideal unit or the group that can be? I didn't quite understand what the question is. Yeah, so you hated Bullet Club. Yeah. But what do you think is the ideal unit or the group that you can belong to? What's the ideal one? Yeah, I'm the ideal one. Well, I feel like it's pretty obvious that it's Chaos seeing as I'm with them.I thought that's what this whole thing was for, to show that I'm with Chaos. So I feel like that's the answer right there. The ideal unit is Chaos. I wouldn't align myself with another unit that I didn't think was very good. So I feel like that's quite self-explanatory.まあまあ、バレットクラブ好きではないというコメントをしました。でもし理想的なというならば、自分がもちろん加入することを決めたケイオス、これが自分の中で今思う理想のユニットだと思います。もし自分がどこかに属するならばケイオスだと思ってます。新日本全体がどういう状況になるというか、その J 選手の中で新日本マットはどういう状況にあるのが一番理想ですか。So what do you foresee the future of New Japan, or what's the ideal way you wish the New Japan to be? I think I get what you're trying to get at.
I mentioned about you've got your groups, you got Chaos, LIJ, Bullet Club, Suzuki Gun, Team New Japan, and whoever has those top prizes, the top belts, this one here, the United States title, the Intercontinental title, the NEVER title. If someone in those groups has it, nobody else from their group seems to want to go after it. It seems like the most important thing to them is just being a part of that group. That's what I don't understand with it. Surely everybody should want to go after one of these major prizes. And even if, yeah, if you're in the same group, and for example, Okada, he has this. I feel like he would understand if someone like Ishii, who is brutal in the ring, a veteran, I feel like he would understand if Ishii wanted to challenge him for this, because he understands what it's like to want to be at the top and to want this. That's why I want New Japan to be like, you have these groups, but people just don't go for these prizes, which is what I'm coming in here to do. I don't care whose it is. Now I'm going after Kenny's. I'm going to take that from him. That's why I said to Okada, don't get too comfortable, because one day I'm going to come for this. Or him. He's built such a legacy for himself already at such a young age. But I'm going to go after that. And I'm going to go after this as well. I'm letting him know, and I'm pretty sure he can understand why I would do that. He'd probably have a similar mindset. That's all I want New Japan to be. Anyone goes after anyone's prize because everyone should want to be the best. When everyone wants to be the best, that's when the entire company all grows to a whole other level. And that's how we take over the world. 新日本にはKOS、LIJ、鈴木軍、そしてバレットクラブなど様々なユニットがある。そしてそれぞれのユニットの中で、それぞれに、ベルトを持っている選手が存在している。自分ももう理想的な新日本の形というのは、そのユニットにいる自分ということに満足するのではなく、ユニットに関わらず誰がそのベルトを持っていて、そしてたとえ同じユニットであってもそれを狙いに行くという覚悟を持った選手たちというのがたくさんいるというのが理想だと思って、グループに属することが優先というのは自分には全く理解できない。今岡田選手がこのベルトを持っている、その事実を踏まえてみると、例えば石井選手はリングの上ではあんなに凶暴なのにこのベルトを狙ってくることをしてきていない、全く理解できない。こんな素晴らしい称号を持った選手が目の前にいるのにそれを欲しくない選手はいるだろう。これから自分はケニー・オメガの US ヘビー級のベルトを取りに行く。そしてさっきのコメントでもあったように岡田選手に油断して欲しくないというのは全くそれと同じことで、自分が理想とする同じユニットだろうがトップにいるベルトを持つ選手に狙いを定めるというのは間違ったことではない。次にUS ヘビー級を取ったらこのベルトを狙いに行くということも視野に入れていてほしい。それこそが最強だし、この団体こそが次のレベルに上がっていくための大きなステップになるだろう。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。ジェイ選手にお伺いしたいんですけど、インターコンチネンタル王者の田中選手のリベンジというものももちろんあった中で、ケニーの持っている US に Is there any particular reason why your next target is Kenny Omega's US heavyweight title, not make revenge on Tanahashi for Intercontinental belt? The opportunity arose, and so I took it once. Kenny brought this on himself by trying to bring me out there and try to get me into the Bullet Club. I said it last night after that happened. I see through Kenny. I know what he's playing at, I know what he's like, I know what the Bullet Club's like. He sees me as a threat, so he wanted to get me to the Bullet Club so he could keep me under his arm and feel like he's safe, as if I wouldn't come after him. So he called me out there for that, and the opportunity just arose, so I took it. I knew I had to do something after Wrestle Kingdom. I go from Intercontinental Championship match, the next night I'm in a match with a young lion. That's a big drop, and I knew I had to do something. And as fate would have it,
Kenny gave me that opportunity. Well, he gave me an opportunity, but I took a different one. So that's why I'm going after that one. Tanahashi, second time round. Revenge, as you say, that'll come. I promise you, that'll still come. But for now, I'm taking out Kenny Omega and I'm taking his belt from him. これは自分にとっての大きな機会だと思ったので、それに手を伸ばしたまでです。ケニー・オメガがバレットクラブ入りを昨日誘ってきたというところで、彼の、そして彼のユニットの企みが見えた。きっとケニー・オメガには自分の存在こそが脅威に感じられたのだろう。だからこそ自分の手中に自分自身、僕を収めて、そして安心したかったのかもしれない。でもそれが逆に自分にとってはチャンスだと思う。だからそのチャンスに手を伸ばしたまでだ。レッスルキングダムではインターコンチネンタルのベルトに挑戦するという大舞台を経験したにもかかわらず、翌日はヤングライオンとの試合という自分にとってはアップダウンの大きいこの2日間だ。でもあのケニーからのユニットへの誘いでまた大きなチャンスが来たと思った。棚橋選手へのリベンジ、今はない。今はケニーオメガの持つベルトに挑戦する。それしか考えない。Something else before we get to the next question. I'm just curious to know Okada's thoughts, and I might need your help here, on the idea of what I was saying about for this company to go forward, and about the idea of people in the same group challenging their champions. I'd just like to hear his thoughts on it. Okay. これは岡田選手に次の質問に行く前にお聞きしたいんですけれども、さっきの質疑応答であったそのユニット内であれ、ベルトを持つ選手に挑戦する選手が出てきてもおかしくないという、僕の意見については岡田選手はどう思いますか。For example, Yoshihashi or Ishii wanting to challenge you for that. Or for example, in Team New Japan, you've got Tanahashi. For example, somebody else, Juice Robinson or Taguchi. Maybe not Taguchi. Juice Robinson going after that example.まあ、なので例えば、まあ、ケイオスだったら吉橋選手や石井選手が岡田選手に挑戦するとか、まあ、ジュース選手、田口選手はないかなって言ってたんですけど、まあ、というのが挑戦してくるということに関してはどう思いますか。まあ、僕は全然ありだと思いますよ。まあ、それはやっぱり、G1 でしかなかなか同門対決っていうのはないですから全然ありだと思うんですけども、まあ、本当にケイオスに入って、まあ、GA も僕の大きさっていうものに気づいて、まあ、まだまだだなっていう、俺がこの人には挑戦できるレベルじゃないんだなっていうのは気づくんじゃないかなと思いますね。I kind of agree with you. It can happen. And only opportunity for the same unit to fight against each other is G1 these days. But yes, I think to have opportunity to fight against top guy, the same unit, can happen. Yeah. But for Jay to be a member of Chaos from today, I think you are going to realize how big I am, so that you are not mature enough to fight against me yet. Yeah, it's a cute little response. But it's fine. You can doubt me. I get it. Recently returned Young Lion, so...As Tanahashi called me the other day, he said he was going to kick my blue ass. Yeah, he may have won the match, but if we have a match, I think you'll see I'm not what you think. But again, that day will come in good time. まあもちろんまだ自分自身に疑いを持っているこのレベルに来てないと思ってるんだと、まあ当然のことだと思う。棚橋選手も自分の青い尻を蹴っ飛ばしてやるというコメントをレッスルキングの前に残していました。しかしその日というのは必ず来るだろう。僕もそう思ってますよ。そんだけの J もレスラーですから、だからこそケオスに呼んだわけで、まあそれはまあ早いことを祈ってますし、まあ、そういう素晴らしい戦いが皆さんにお見せできたらいいんじゃないかなと思いますね。 Yes, I know that youare having potential to be a big guy. So that's why I asked you to join Chaos. So I wish you good luck, and I wish that
we both could show great fight in front of big audience one day. Mm-hmm. Yeah. 他にご質問はいかがでしょうか。大丈夫ですか。では質疑応答は以上とさせていただきます。ではこの後は写真撮影と移ります。インターネット中継をご覧の皆様とはこちらでお別れとなります。本日もご視聴誠にありがとうございました。